ご主人、お食事の時間ですぜ。どこですか？ご主人。宇宙開拓船バイソニアン号は外宇宙での人類の新天地を求め、地球を出て早300年、冷凍睡眠装置で長期間生存に成功したが、装置の故障、事件、事故により200人いた開拓者のほとんどが死んだ。その体はわずかな細胞、精子、卵子、脳が保存され、その他はリサイクルされ、生き残った人間のために利用されている。そしてその生き残っている人間は俺一人になっていた。ご主人、ご主人、スープで。君のスゼイ、ご主人の、お、君のご主人の近藤君ならここじゃなくて66号室にいたよ。今あの区画は残酷君が縄張りにしているから気をつけてください。本当ですかい？うん、間違いないよ。わかったです、ありがとうですぜ。どういたし、ご主人。マシ、レンさんが今行きますぜ。って主人、ここにいるのでござろう。ラストから聞いたですぜ。スープが冷めてしまいますぜ。ここを開けてください。死んでいったやつの体を加工してできたスープや食事を食べてまで生き延びる資格は俺にはない。それにもう宇宙の真ん中を漂流して一人生きていくのにも限界だ。俺を放っておいてくれ。このまま死んで終わりにするんだ。死ぬ、このデレスキエ、死ぬなんてこのデンさんが許しませんぜ。早くこんなところから出て、このみんなが詰まった、みんなの思いが詰まった、少し臭いけれども栄養満点のスープを飲んでください。それが人類の希望、この宇宙開拓船バイソニアン号最後の生き残りとしても人類史の存続させるものの大いなる使命ですぜ。ご主人の死はもはや人類滅亡と同義なのでございますぜ。重いんだよ、俺はそんな責任を背負いたくない。俺は引きこもり生活のまま宇宙に行けるってあのチラシの文句に騙されてこの船に乗ったんだ。バイソニアン号で引きこもったままそのまま宇宙へ、限定200名募集、1人1台メイドロボ完備。宇宙へおいでませ。人類の未来なんてそんなの知るか。俺に説教すんな、このポンコツメイドロボットが。ご主人。なんちげ、もうほっといてくれ。でもね、ご主人。広告に騙されるご主人が悪いんですぜ。生きられる限り生きてもらいますぜ。ここは一旦スープの原材料のことは忘れて、スープを飲んで落ち着いてから話をしましょうぜ。来るな。原材料を忘れるなんて無理だろう。人肉スープを食べてロボットと楽しく暮らすなんてどう考えても無理だ。ご主人、そっちは。あんなもの食べ続けたら正気じゃいられない。気が狂う前に、自分でいられるうちに死なせてくれ。死にたいなんてねえ、望み通り死なせてやろう。お前のその生身の体、俺の脳を入れ替えて使わせてもらうことにしよう。